おぼ口になってしまう生活習慣をご紹介しますベロの位置なんですけど、まあ、寝てる時とか水を飲む時とかこの前歯のところにですねベロが当たってしまう方これは正しいミューイングができていないとされましてたとえ整形とか歯列矯正とかで E ラインを整えてもですねえっとまあ 経年的に横顔が崩れてきてしまうことがありますでその他にも迎え舌で物を食べる方だったり唾を吐く癖がある方とかはですねこの横顔が美しくなくなってしまいますまあ突出口ですねミューイングに成功しますとまあ、えー、とこんな感じで E ラインは整いますのでまあ横顔に綺麗にしたいという方はですねまあ1日2000回飲み込むと言われる際に前歯で舌を押す習慣というのをやめ められるといいと思います整形のご相談は下の概要欄からお送りください